ジェームズ・イーガン・ジェームズ・エド・ウィンガンは、アメリカ合衆国の SF 作家、編集者、文学研究家である、ミズーリ州カンザスシティ出身。彼の作品では、1960年代と1970年代の、ものが、代表作とみなされている。また彼の編纂した先週ロード2サイエンスフィクション、は、学術面での代表作だとみなされている。ガンは、 アイザック・アシモフに関する研究所 The Foundations of Science Fiction で1983年度、ヒューゴー賞ノンフィクション書籍部門を受賞した。2007年、アメリカ SF ファンタジー作家協会は、デーモンナイト記念グランドマスター賞を授与した。1990年6月には、日本、台湾、シンガポール旅行で訪日し、夫人の所能した、 豆腐料理の本を入手したが、夫人が後から所望した。博多人形は1997年の北京国際加減大会で、日本ファンダムからという形で送られている。日本語表記は、ジェームズ・イーガンの他に、ジェームズ・イーガンなど。ミドルネームは通常、イ、e、と略される。日本では、長編、不老不死の地ザ・インモータルズ、短編、女嫌いザ・ミソジニストが有名。 ガンは、カンザス大学に通って1947年に、報道科学で学士号を、1951年に、英語美術で修士号を取得した。その後、第二次世界大戦の間は、アメリカ海軍で軍務に就いた。ガンは、次には、カンザス大学の学部教員になり、広報活動の代表者を呼び、SF と小説作法を専門とする英語の教授として働いた。 彼は、現在名誉教授であり、サイエンスフィクション研究センター、センターフォーザ・スタディー・オブ・サイエンスフィクション。ジョン・ W ・キャンベル記念賞を決定し、シオドア・アスター・ジョン記念賞を、毎年6月に、カンザス州ローレンスでのキャンベル会談にて受賞する、機関の長である。彼は1971年から72年にかけて、スフェワの会長を、 80年から82年にかけては SF 研究協会の会長を務めた。スフェワはガンに2007年度 SF グランドマスターの栄誉を与えた。ガンは1948年に SF 作家として出発した。彼はほぼ100の短編作品を雑誌とアンソロジーに発表した。執筆した本は26冊、編集した本は10冊である。長編。 短編ともに彼の作品は世界中で再刊され続けている。1996年、ガンはスタートレックの未公開エピソードのノベライズもしている。カール・セーガンは宇宙生命接近計画を地球外知性との接触を描いた小説としては、かつて書かれたものの中でまさに最高の作品の一つと評している。ガンの作品はラジオドラマや、 テレビドラマにもなっている。以下が代表的なものである。アンソロジーには、ザロードツーサイエンスフィクションなどがある。ステートファンド・オブ・テレビジョンラジオプログラムス。ありがとうございます。